ちんことかまんことか連投やめてくださいね。よろしくお願いします。すごいね、なんか俺のなんか配信見てるけどさ、すごいことになってるね。ボドカ保育園って感じになってる。なんか保育園ですね、マジで。保育園じゃん、ボドカも。一緒にお歌を歌って踊らないと。歌歌って今日マジでキッズ多いな。ボクシングさんのとこから流れてきてますね、キッズ。ボクシングキッズがやってきたって感じ。いつもね、こんな多くないんですよね。すごいひどいね、見てるけど。なんかすごい面白いことになってる。なんかいや、ほんまになんか小学生が好きそうな下ネタをずっと連投してるやつが永遠カバーカで湧いてるんですよ、ね、いやでもボクシングだってもうヤングアニマルからコロコロコミックになったから、それは客層も変わるよ。あ、そうか、うん、はい、みんな喧嘩はやめてね。大変だね、ボドカ幼稚園大変だね。なんかみんな喧嘩はやめてね。すごいね、なんかお昼寝の時間だから寝ようね、ちゃんと。すごいね、保育士さんだったんだね。すごい。そうっすね。すごい、深夜0時まで保育するってなんかちょっといろいろなんか子供のなんか問題、ネグレクトとかいろんな問題ありそうだ、なんか子供、その子供。大丈夫かな。なんかボドカのチャンネルが荒れまくって、俺のチャンネルなんかすっげえコメントの流れ遅いんだよ、なんか。俺のチャンネルの方が視聴者数なんか 1.5 倍ぐらいいるはずなのに、なんかコメントの流れがボドカのところクッソ早いんだけど。俺こんなに荒れることないんですけどね。やっぱボクシングさん。やっぱボクシングは腐って。でもなんかボクシングチャンネル死ねみたいな感じはないっすよ。なんかほんま、なんか誰の悪口でもなく、ただ単純にほんま意味わからんことばっか言ってるやつが多いみたいな。あ、そしたらちゃんと書いてくれてよ、ボクシング死ねくんザコってちゃんと書いてくれてよ。ちゃんと満たしてくれ、誰のアンチでもなくって言ったから、じゃあ書くわって言って。あ、でも手記っていうのも来てる。うわ、すごい。好きですごいってすごいな。9対1って基本的に配信なんて好きな人しか見ないはずなのにさ。好きって書いてるすごいなって。さっき園長先生ってね、コメントしてたやつがね、ボクシングしねってただ単に書いてましたからね。もうやべ。いや、なんかで一回テンチムが突然呼び出して、もうほんまになんか確かに一回やってるの見たわ。しかもツイッターでボクシングチャンネルが撲滅委員会に煽られてて、一番やばい時みたいな、やばい時ですね。なんか、はい、俺ら二人でやらし出して、やっぱテンチムって炎上系の人だったっけ、なんか炎上系だな完全に。お世話になってんの、すぐなんかゲーム実況やめちゃうし。いやだってさ、ゲーム実況やめて嘘じゃない、あれだってツイッターでなんかさ、なんかやってますよね。いや俺さ、嘘っすよ、マジで俺さ、テンチムああいうところよって思ったもん俺。俺止めたからね、俺あれ言わない、うん、それは相手言わなくていいんじゃないかなっていう風なのを送ったら、テンチムその時も公開してた。だって俺、あ、テンチムさんゲーム実況やめたんやと思ったら、なんかフォートナイトテラスハウスみたいな。そう余裕でやってたよね、なんか。あれテラスハウスですよね、フォートナイト版の。フォートナイトテラスハウスだけど、フォートナイト版のテラハウス。まあ、細かいことはっていうことですよ、テンチムさんはもう。二人見てる。俺も二人、一人見てる。すごいね。入ってきたってことか。どういうことなんやろ、これ。みんなで4人集まって G するかっつってしてんのかな。ボドカの配信始まったよ、行くっつって、ああじゃあ行くかって言って集まって、大学の仲良し3人組とかでやってるみたいな。いや、やって。え、でもソロの時も毎回来る子いたんですよ、そのスクワットの中に。ああ、そいつがリーダーなんじゃない。リーダーだから出席率も多めみたいな。ゴースティングクラン、お前キックなっつって。最近活動してないから。活動先月何回ボドカ殺したって。俺らは殺しちゃいけねえんだよっつって。やばいな、それ競技化してるんだな。いや、でもこれ俺ら PC 版なんで、 PS4 やったらもっとエグいってことですよ、日本は。やばいな、確かに PC 版でこんななんかギャーギャー騒いでる。庄司さん63人いましたよ、ゴースティングは。もうなんか鬼じゃん、鬼。そう、あのゲーム変わるくね。ゴースティング数日本一63人で、なんなん。エゴサかけたらクンさんのキッズ俺いるから見たくないっつってるやついるんですけど、ボドカさんすぐ切れるし怒鳴るし物に当たるから苦手。俺もね、マジでそれ見てた。
俺もね、ちょっとエゴサかけてたら、それ見てて、俺もマジで今見てて、フフフって思って、俺はスルーしてた。俺、誰とコラボすると、一番こういうの書かれるの多いかって、裏なんですよ。あ、そうなの？女の子多いじゃないですか、割と。だから、なんか、いや、ボドカさんいるからやめようみたいな、書かれる。かわいそうに。で、放送中に、なんこのブスって言ってる。いやー、そういうとこですわ。そういうとこですわ。いやいや、でも名前はあげないんで。いや、もうあげてるようなもんですから。そういうとこですわ。これはね、これうららだね、これ。これうららのサブアカだね。うららのサブアカ。これうららのサブアカ。そう。ちゃんと挨拶して挨拶してうららだよって。おばさんは今日荒野行動の手元動画って上げてましたからね。荒野行動の手元気にならないよな。荒野行動の手元よ、要はどういう要素あるんだろうね。荒野行動の手元いまいちわかんないよね。そうなんだ。どういう楽しさがあるんだろうっていう。あと荒野行動 PC 版でやってるやつが全然いないっていう。あ、まあ確かに。いや、りょうりょうは今上で総長うららとなんか一緒にやってるから無理よ。いや、このメンバーに誰か入ってくるなんか、もうマジでメンタル的に総長うららぐらいしか来ないぞ。厳しいんじゃないかな。ここにプラスでしょ。いや、マジで。ここに来るん総長うららしかおらんで、もうみんな。残念やけど。総長うららぐらいの、なんかもう、えっとーすみたいな感じのノリじゃないと無理な気がする。いや、マジで早くマッチングしてほしい。はい、マッチングしないと。いや、奴ら戻ってくるね、もうこれ。うん、しかもこのパーティーだと沈黙が始まる。いつねみたいな感じでやってる時の楽しく雑談じゃなくて沈黙。うん、沈黙。なんて、なんて話したらいいんだろうってなっちゃう。やっぱうららさんいないと。いや、そう、俺らもうららさんっていうのが一番ウルトラしいかなと思ってた。ですよね。もう調理師なんで、もうすごいですよ。もう美味しく料理してくれるんで。ああ、そういうことね。どの場面でも全部動画にされるんで、うららに美味しく。どんな場面でも無駄なく無駄なく俺川まで動画してくれんね。深夜だってボドカちゃんたちなんかもう終わりかけやし、ちょっと雑談しようやみたいな感じでみんなで雑談してたら、それ2つ動画にしてましたから、ね、すごいなぁ。いや、マジかと思って。バイタリティあるね。よし、これはビクロイだな。これはビクロイだ。これビクロじゃね。初動見れたのでかい、うん、初動だってこれでもうだって優勝動画でいいんじゃないもん。優勝しましたってこれで優勝でしょ。その動画のストックの作り方はうららなんで。ああ、ダメです。これで優勝扱い。やっぱ韓国人みたいな。FPS 基本韓国強いよ。強い気がする。いろんなゲームもですか。FPS 全大体アジアだと韓国一番って感じじゃない。ああ。多分、なんか人口が多すぎて韓国、アジア、中国はロールじゃね。ダメ。ああ。モバ勢だと思う。どこの国が一番器用なんだろうな、キーボードマウス。でもなんか FPS のなんか昔言われてたのはなんか日本チームはチームワークできるけどエイムがなんかダメみたいなのは昔は言われてた、ね、今どうか知らないけど、なんかヨーロッパとかはもうエイムがなんか頭おかしいやつ。なんか サッカーとそっくりですね。あ、そう なぜか同じだったんだよね。今どうなんだろう。でもソバルトさんとこれやると思わなかったな、フォートナイト。本当はやりたくなかった。あ、フォートナイト批判だ。なんかね、他人にゲームを誘ってくるのにな、そうやって。そうだそうだ。他人が誘うゲームはやらないとか。そうだそうだ。難しくないか。ゲーム5とか誘いまくってそうです。誰もやんねえよ。誰もやんねえ。あれ、どさくさに紛れてなんか BF 批判してるやつ。おい、またネガキャンしてるって言われる。BF の話はやめろ。なんかさ、なんかさ。そうやってないですよ。だって普段やってる時は難しくないのかなと思って。なんかあれらしいよ。なんかソバルトなんか、うん、あの BF 批判をすごい繰り返してるみたいに言われてるらしいよ。うん、BF 界隈のソバルト。なるほどね。なんか断るごとに BF のネガキャンしてるって言われてるらしい、ソバルトは。そう。今ネガキャンしたもんね。いや、してないよ。そうしてないのにさ、もうみんなネガキャン言うの。ざ。それが真実になるからな。こういう現象があるんで、だんだんその批判されてるコンテンツってだんだんその本当に好きな人しか残らなくなるから、うん、例えば物申したするじゃん。それ自体ももう許されなくなってくるから。ああ、なるほどね。そう、まあ、イエスマンでいろってことか。もう全部肯定しろってこと。そう。だからソバルトさんこれからはもう
BFV に聞かれたら BFV は素晴らしいゲームですって言わないといけないんだ。そうそうそう、だから多分これフォートナイトの動画だから BFV って何ってなるからカットした方がいいね。カットだな、ふっといてひどくね。